レイチェル、僕だよ。君のカウンセリングをしていたダニー先生だよ。大丈夫、二人でゆっくり過ごせば何かいいことが起きるかもしれない。レイチェルにも僕にとってもいいことがね。あ、失礼します。松坂さん、何か困ったことがあったら言ってください。君はなんというか他の子たちより不安定というか心配です。私は大人ですからきっと力になれますよ。どこへ行くんだい？逃げちゃダメだって言ったろ。あのここはね、僕のフロアだよ。このフロア以外に逃げたらこの手で君をどうにかできなくなるじゃないか。だからレイチェル、その目を僕にちょうだい。全部わかってるんですね。これが素の僕だってだからいいんじゃないですか。危ない綱渡り、そういうギリギリって素敵なことだと思います。じゃあこの望みって？それは人によって違うだろうね。僕なら綺麗な目が欲しいな。僕は片目が良くなくてね。君のような目が僕のだったらそれはそれは素敵だろうね。その柔らかそうな髪はどんなに甘い香りがするのでしょう。きめ細やかな肌を全身で可愛がって私の色に染めてあげたい。羞恥に満ちて体を開く君の姿を想像するだけでたまらない。何か書いてやめなさい、目にゴミが入る。だから君に本命がいるのは割と耐えられませんね。本当に綺麗な目だ。僕の母に似て、なのに恐怖に怯えた目をしてしまって、まるで普通の目だ。僕は悲しい。君の本当に綺麗な目を見たい。はっ、レイチェル、あ、そうだよ、それだよ。君はなんて素敵な目をするんだ。松坂さんも複数の男子と付き合ってたじゃないですか。ねえやばい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 。わかりました先生、それは愛じゃない。先生がド M の変態だってだけなんですよ。やばい、なんでこんなに気持ちいいんだ。